どうも、おてこ TV の朝日と申します。本日もご視聴よろしくお願いいたします。おてこ TV ではアクアリウムの動画を配信しておりまして、アクアリウムに興味のある方、ぜひぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。そして本日、こちらのレッドビーシュリンプ水槽を見ていきたいのですけれども、こちらの水槽、なんと、餌を一切与えていない水槽でございます。いや。餌を与えないなんて虐待じゃねえかと。やめろよと。まあ、お叱りの声をいただきそうですけれども、実はね、チエビも増えてきて、まあ、決してね、お腹ペコリンな、まあ、エビたちではないんですよ。どっちかというとお腹いっぱいなんですよね。でもなんか、餌を与えてないのに、どうして増えるのみたいな、まあ、ふうに疑問に思う方もいらっしゃると思うので、ちょっと話していこうかなっていうふうに思うんですけれども、まあ今ね、こちらの水槽、殺風景ではあるんですけれども、葉っぱ。まあ葉っぱを入れております。で、これね、榊といって、神棚にね、お供えしてあるものなんですけれども、まあ、時間が経ってくるとね、悪くなる葉っぱもあるので、悪くなった葉っぱをこの水槽にね、入れて、枯らしているという感じでございます。別に榊じゃなくてもいいんですけれども、なんか、山行って、葉っぱね、落ち葉取ってくるっていう手間もあって、それよりもまあ、枯れて悪くなったね、榊を入れてるだけで十分かな、みたいな感じで、使っているだけなんですけれどね。で、この葉っぱを入れておくと、まあ徐々にね、茶色くなって、まあ枯れていって、その枯れた葉っぱをエビたちが手でつまつまさせて、食べているっていうのをよく見かけます。ただね、この榊の葉っぱって結構硬い葉っぱなんですよね。茶色くなって枯れてきてもまだ硬くて、で、チエビたちがね、じゃあ、ゴリゴリ、なんか食べてる、バッタみたいにね、かじってるっていう感じじゃなくて、なんか表面をね、撫でるような感じで、つまつまして食べてるっていうのをよく見かけるんですよね。なので、まあ、おそらくなんですけれども、葉っぱが枯れる、過程で、まあ、発生する微生物、まあ、バクテリアですね。そういったものを手でね、まあ、かき取って食べているのかな、という、形でございます。まあまあ、どう見ても葉っぱがね、まあ、目に見えて減ってないので、まあ、おそらくそういうことなのかな、っていうふうにちょっと想像しているんですけれども。でも、バクテリアが餌になるの?みたいな、まあ、ふうに、大思いの方もいらっしゃるかと思うんですけれども、これちょっと話が飛躍して、ちょっとだいぶ違うかもしれないんですけれども、牛。まあ、牛を思い出していただきたいんですけれども、まあ、牛ってあんなにでかいからじゃないですか。めっちゃでかいっしょ。でも食べてるのって草っすよね。草。牧草食べてなんであんなに大きくなるのみたいな。だったらお相撲さん草食べればいいんじゃねみたいな、まあ、ふうに思うんですけれども、まあ、さすがにお相撲さん草だけ食べてね、どんどん痩せていきますよね。きっとね。まあ、牛だからっていうことでなんですけれども、まあまあご存知の方も多いかと思うんですけれども、牛って、まあ胃袋をね、まあ4つぐらい、まあ複数持っているんですよね。で、その胃の中で、まあ牧草を発酵させているということでございます。で、発酵っていうのは、その細菌たちをね、培養して増やしているような形ですね。胃の中でいっぱい増やしていると。で、その、細菌たちも、エネルギーになるわけですよね。エネルギーになるし、その発酵する過程で副産物も発生するみたいなんですよ。菌たちだけじゃなくて、なんか副産物も発生していると。で、それもエネルギーに使っているということで。だから菌も、食べるし、その菌から発生した何らかの物質、ちょっと難しいから、ちょっと専門じゃないからわかんないですけど、なんかそういったのも吸収しているということで。だからそういったものがあって牛があんなにでかくなっているというのすごいなと思って、まあ菌様々ということでございますよ。で、牛の胃袋ほどではないにしても、まあ、落ちた葉っぱにも必ずね、細菌が付着して、それが増えることによって、まあ枯らしていくっていうことだと思うんですよね。なので、まあ、ある意味、まあ、緩やかではあるんですけれども、まあ、発酵が進んでいると。落ち葉にね、落ち葉も発酵が進んでいると言っても過言ではないので、まあ、そのね、葉っぱも、
まあ、や枯れてくると柔らかくなってくるから一緒に食べているとは思うんですけれども、その枯れる段階で発生した菌とか、なんか何らかの副産物も一緒に食べてね、でいろいろな栄養素を一緒に、まあ、吸収しているのかなと、まあ、そういうふうに、推測しております。ちょっとね、定かじゃないけどね、私はそう思ってる、うん、でも多分そうなんでしょうね、きっとね。だって葉っぱだけ食べて、なんか大きくなるのかと、葉っぱにそんだけね、いろいろなね、エネルギーがあるのかって言ったら、ちょっと偏るような気もするので、多分そういった細菌からも、細菌がね、持っているタンパク質とか、はあ、だからそういったね、ものもちょっと一緒に食べているんじゃねえのかな、みたいなふうに思ってますよ。うん、ねえ、よくよく細菌とか、まあ、アクアリウム的に言うとバクテリアですよね、を、まあ、調べていくと本当に奥が深いっすよね。だって、まあ、牛の話しましたけど、牛があんなにでっかくなるのはもうそのね、細菌によって分解されたものであれだけ大きくなってるっていうことなので、うん、かたやこんなにちっちゃいエビが食べてるのも、まあね、まあ細菌というかバクテリアだったりするので、もうなんかねえ、なんかあんなにでかい牛もエビもなんか突き詰めていくとそういうところになるっていうのはね、すごいっすよね。まあ私もね、お酒とか好きですから、お酒に関してもね、アルコールも最近ね、麹が作ってるわけですからね。いやだからやっぱね、今ね、世界はやっぱなんか人間が中心に回ってるとか思ってる方もいらっしゃいますけれども、多分違いますね、うん、回って回してるのは多分そういった小さい生物たちで回してますね、多分ね、うん、奥が深いなということで、はい、まとまりきれずに終わりたいと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録まだの方、今後も引き続きアクアリウムの動画配信していきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。あとサブチャンネルのおてこ酒場、こちら私の奥さんのもじゃさんと一緒に行っているチャンネルでございまして、 VTuber です、バーチャル YouTuber になった私の奥さんと一緒にやっているチャンネルがございますので、よかったらそちらもチャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで、お送りしましたのは私朝日でございました。じゃあ